はいどうも、スペース作です。今回は久々にちょっととあるものを取り上げようかなと思って、自分のこのコレクション棚見てて、なんか久々にちょっと最近お世話になってるショップさん行きたいなと思って行ってきました。でそのショップさんはちょっと撮影は NG なんで、で買ってきたものをちょっと皆さんにお伝えしようかなと思います。はい、それじゃビュー、というわけで、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、前回のソフコンで、視聴者さんにいただいたものを紹介先にしようと思います。このアクリルスタンドです。こちらをいただきました。さっさんもお世話になっているこのグーニーさん。グーニーさんの製造のもとのこのアクリルスタンドです。はい、まずはこちら。アライグマラスカルから、ラスカルです。こちら多分、未開封品で販売してたものやと思います。これセンターに持っていってるの、カメラの位置のせいで。ここやね、ここやね、センター。ちょっとこれ可愛いなと思って、前回のその大宮さんの撮影の時にラスカルを見たので、ちょっとラスカル欲しいなと思ったら、ちょっと手軽なお値段だったので買ってみました。はい、続きましてはこちら HG のブルマです。この昔のタイプっていうのは こういうボールジョイントのこのスタンドになっているので、ある程度の位置が変えられる、そんな感じになってます。こういった乗り物が乗ってるブルマっていいなと思って今回購入してみました。この鳥山さんらしいこの乗り物いいっすよね。ちょっとスタンドしてるから位置がなかなか難しいけど。はい、HG のブルマでした。続きましてはこちら、キーホルダーのブルマですね。やっぱり昔のものだから全部全塗装になってます。こういったものも、まあ、見るところによっては見るんだろうけど、さすがに的にはあんまり見ないので、これいいなと思って購入してみました。エンディングのブルマ、体育座りというか三角座り、あれのブルマを探してるんですけど、ちょっとあるかどうか分かんないっていうふうにおっしゃってたので、今回はこれを購入してみました。やっぱり昔のっていいなって思いますね。ただその店長さんはどちらかというと成型色の方が好き、こういう彩色だとどうしても白っぽくなるって言ったか、ちょっとないって言ったか忘れたんですけど、その色的にその自然な色になりにくい、なので成型色の肌色の方がその店長さんは好みっていう風におっしゃってました。まあ確かにこうやって見ると多少その不自然さはやっぱり出るのかもしれないですね。特に女性の肌っていうのはなかなか表現するのって難しいですもんね。はい、というわけで HG のブルマでした。続きましてはこちら、
これ一体何のやつなのかちょっとささん詳しくなくて、もし知ってる方おられたら教えてください。ヤジロベですね。ちょっと顔似てないかなと思ったんですよね。でもこの名シーン、この尻尾を切る、ベジータの尻尾を切る名シーンのやつかな、それがうまく再現されて、これ結構いいなと思ってます。でちゃんとわお赤粉もちゃんと書かれてます。赤の粉ですね。この躍動感あふれるこの名シーンを再現したこのミニフィギュア結構気に入ってます。ささん、はい、ヤジロベでした。続きましてはこちらと人参か。なかなかねこのキャラクターっていうのはそのフィギュア化っていうのはされてないんかなと思うんですけど、ささんは見たことないんで、まあもし知ってる方おられたら教えてください。一応ここ倒れないようにこういったあの支え棒がついてます。で中にこのウサギっていう文字が描かれてます。これさっさ持ってないんで、このキャラクターのフィギュア自体なので、これを発見した時はこれは買いやと思って購入しました。でこれはドラゴンボール、フルカラー R パート2かというシリーズで販売されてたようです。はい、でシリーズとしてはこんな感じですね。悟空、これ何や、ベジットか、ベジット、孫悟飯で、トランクス、ラディッツ、父で、17号と16号で、フルパワーカムセミといったラインナップになってたようです。このラインナップであればやっぱりと人参かかなみたいな、そんな感じですよね。まあ父もあってもいいかなっていう感じですね。はい、というわけでと人参かを紹介しました。まだありますよ。続きましてはこちら、ドラゴンボールグレイテストアーツというシリーズだそうです。キントーンがこの台座からこう浮かばせることができて、でこのカメハウスもあるっていう、そういうフィギュアになってます。カメハウスはこれ好きなところに置きますね。思ったよりこれ結構いいんじゃないかなと思ってます。はい、ただこのカメハウスって持ってないんでちょうどよかったなと思って、昔ちょっとこれのコードに似たようなガチャのやつかな、それ先輩にいただいてたんで、ちょっとかぶってるものもありますけど、かなり気に入ってます。こんなでかいあの台座があるってことはガチャではないのかな、プライズのものなんかな、ちょっとまた詳しくないので、あの知ってる方おられたらちょっと補足でコメントしていただけたらサザン助かります。はい、これも結構いいな、ここのカラーのグラデーションも入ってて、やっぱりこの頃のはいいなと思っちゃいます。もちろんこの頃のっていいものもあるんですけど、極端に全然似てないものもあるので、あの昔やからいい、必ずしもいいっていうわけじゃないんで、はい、その辺は笹も理解してます。はい、でもまあ成型色もうまくやれば結構いいんで、その
いいものをチョイスして皆様選んで買っていきましょう。はい。次が最後になります。はい、ラストとなりました。このシーン。もう初期の頃のシーンですよね。この尻尾でこの魚にこのルアーみたいな感じで寄せて掴むってやつですよね。ここなんか裂け目ありますよね。ひょっとしたらこれ他になんかあったのかな。販売してるものとしてはこれが全てだったので、ひょっとしたら何かがついてたのかもしれませんね。これメモ帳？メモ帳かな？ここ紙挟んでメモ帳のやつなんかな？ちょっとささん、これ詳しくないし、わかんないので、もし知ってる方おられたら教えてください。これに似たシーンというか、このシーンをドラカップにもなっているので、あ、これいいなと思って今回購入しました。たまにはこういった昔のガチャとかも買ってもいいよねっていう感じで今回お届けしました。ちょっと珍しくこういった撮影スタンドじゃないけど、撮影場所じゃないんですけど、久々にこういった感じの撮影の方法もやってみました。はい、というわけで、たまにはお近くの中古屋さんショップに行ってこういった新たな発見ができるかもしれないので、皆様もお近くのショップ屋さん、または旅行先のショップ屋さんに寄ってみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで久々にドラゴンボールを取り上げてみました。それではありがとうございます。スペースサーク、またねー。